あの、うん、田浦さん、あの握り寿司の長次郎はわかる？いやもうそのね、荷物多いからね。あ、田浦さん、会話してください。長次郎、田浦さん、田浦さん、話聞いてください。あの、回転寿司屋の長次郎はわかります？場所わかりません。なんでそこ大きいのあるじゃん。わかりません。今荷物山ほど買って。なんで荷物があるんだよ。コンビニでよ、うん、なんか腹減ってんだろうと思って、なんか買って。そんなの買わなくていいよ。いいんじゃないね。で、コンビニは今どこにいるの？コンビニの方狭いよ。何のコンビニ？バス停あるでしょ。バス停がだから、田浦さん、分かんないから、お店がなんかないですか？三和銀行の先を。三和銀行？もっと大きな建物言って。三井住友銀行。どこあんの、うん、どこにいるの？角にあるでしょ、江南町の。江南町っていうか、田浦さん、うん、江南町のバス停よ。あ、ミスター、田浦さんごめん、あのバス停で待ち合わせするって言ってたっけ？うん、いやもう、ミスター、田浦さんごめん、俺もうそのまま来てしまったんだよ。うん、田浦さん、マジでごめん。もう何でもいいけど、本当だ。から20分のバス停に乗って行きます。田浦さん、マジでごめん。席取っとって。田浦さん、ほんまごめん。あの、じゃあ住吉のバス停まで来てもらってもいいですか？マジでごめんなさい、本当は忘れてた。あれね、でも携帯なんか変になっててね、はい、名前なんか出えへんって欲したんで、すいません、田浦さん。みんな携帯じゃあ、田浦さん、じゃあバス乗って住吉来れそうですか？はい、行きます。本当申し訳ないです、はい、どうもごめんね。すいません、すいません、ありがとう。リスナーさんも言ってよ、忘れてたわ。リスナーさんも言ってよ、バス停で待ち合わせしてたの忘れてた。先走って、いや、ひどいって。だってリスナーさんも全員さ、言ってくれてないじゃん。だって本当だ、ミスったわ。バス停で待ち合わせしてた、確か。すいません、ほんま。いや、リスナーさんも言ってよ、忘れてたわ俺。本当だ、そのままチャリで来てもうたわ。いや、みんな俺のこと叩くけど、みんなだって忘れてたじゃん。書いてた、嘘。俺も棒読みにしてたから。いや、迎えに、あの抽選さっきやってから迎えに行くか。違う、人のせいっていうか、リスナーさんだって俺叩く資格ないじゃん、忘れてたんだから。書いてた。いや、マジですいません、ほんま。迎えに行けてもう無理だって、10分後にあれだから。だからバス停で、抽選終わったらバス停の前で待っとくわ。多分これバス停だから、これ、田浦さん多分ここに泊まると思うから。ほんとすいません。だからこれはないわって、だから謝ってるじゃん。田浦さんにも謝ったじゃん。もうしつこいわ、もう。抽選終わったサイレンでつらの。もうしつこい、分かったから、ひどいの分かった、最低なの分かったから、分かったから、もう書くな、もうブロックするぞマジで。最低なん分かってる、もう書くな、邪魔すんな配信。もう11号ブロック、しつこい、見せしめブロック。11号、前日の最終回転数確認して。それ見方は簡単ですかね。もう最近のデータランプ見方分かんないん で、最終ゲーム数確認したら、リセットしてるかどうかはハマったら分かりますからね。見押しはできる、簡単。それでハマり台打つ、ハマり台だったらリセットかどうかすぐ分かるから。
じゃあちょっと飲みます。リオビタン D いただきます。昨日ちょっと寝れてないんで三脚は持ってる。あ、いいっすか、ティッシュ。すいません、ちょっと待って。ありがとうございます。はい、そうそう、そうっす。すいません、田原さん、ごめんね。タクシーでね、こいつって捕まるかどうかしら。まあ、痛い。リスナーさん、痛い。今日一日じゃあ頑張ります。お疲れ様です。よし、うまい。これリボビタン、ニコ生でやる。大確保したら。でリスナーさん、普通のね、あの趣味打ちスロット配信じゃないから、ガチで設定を狙った立ち回りね、やるからね。あんなね、大手スロット配信者のね、負けても勝ってもどうでもいいような趣味打ちスロット配信じゃないから、本当のスロット配信見せてやるわ。設定入ってるね、店で設定入ってる店、足と時間使ってね探して、あの勝つ配信ね。そうだ、今日年一イベントの店の配信許可取れたから。何が面白いあんなの。負けても勝っても、何とも思ってねえだろな。アイテムの方が、スロットの掛け金よりさ、アイテムの方が上回っちゃうんだから、何とも思ってねえだろ。負けてさ、リアクション取ってるけどな、全部リアクションも嘘ですから、ね、かばっても天井まで行ったって言って、あ、天井寸前で当たったってリアクションしてるけど、内心何も持ってないから、うん、何時オープン。9時半に抽選、10時オープン、うん、1番取りました。どういうこと、競馬の掛け金の方が多い、だから本当のリアクション取ってるじゃん。ニコ生でやります。ふわっちはスロット配信できないので、でもうちょっとしたら抽選になるんで、ラジオにしていきますね。あ、たぬきさん、要件は、たぬきさん今から住吉来れる？大阪沼たぬきさん、今から大阪の住吉来て、ミクちゃんガイアスロット年一イベントでめっちゃ熱いから一緒に乗り打ちしましょう。それの電話です。すいません、朝もう寝坊してて LINE 返してなくてすいません。沼田貫さん、クーカさん、俺分かんない、なんか今日ライターのクーカさんって聞いて、知らないですよね。ニコ生はカヤクタルです。名前、それ名前ややこしいんですけど、ニコ生はカヤクタルです。ふわっちは細川アンジェリーナジョリーズパスタなんですけど、はい、大阪の住吉はだからあれ、どこになるんだろう、ここの駅、ここって最寄り駅何になるの。住吉駅、住吉駅ですか、 JR、 あ、 JR 住吉駅です。 JR 住吉駅のもう駅前にある。いや、乗り打ちはもうできないから、一緒に北斗打ちたい、うん、あの、クーカちゃんとか興味ないから、うん、あ、もうな行って、あ、もう並ぶわ。じゃあラジオしますね。もう抽選始まった。よし、よし、ボタンを押して、1番なんで。でもすごい人来てるわ、リスナーさん、うん、すごい人いるわ。もうだから大移動できないわこれ。リスナーさん、今もう人すごいわ。ちょっと映せないけど、もう200人ぐらいいる。200人いますよね、200人ぐらい。
これどうしたらいいの？これどうしたらいいの？あ、僕一番っす。あ、1番の方、あちらのお足元にお並びくださいませ。はい、はい、びっくりした。2番の方、はい、駐車さん関係のお待ちのお客様、足元の番号までお並びください。お願いします。今ね、番号札見たけど300人いる。リスナーさん、今で241です。241人ですね。やばいわ。だからもう台度できないですわ。北斗多分もう全部埋まります。スロット埋まります。1番抽選、1番だからまだ今からだよ抽選。いや、なん、いや少ないって、多いから、この店だったら多いです。だからリスナーさん、やっぱり暑いってよ、ちょっと安心してきましたね。あ、そうか、抽選だからね、並ばなくていいもんですかって。抽選参加券をお持ちのお客様、足元の番号にお並びください。お願いします。ありがとうございます。ちょっとじゃあ抽選だけカメラしようか。抽選の時だけ、北斗は16台、スロットは全部で160台、パチンコだからだいたい400台の店かな。400台、だから50番以内引きたいわ。50番以内引かないと北斗は絶対座れない。50番でも、あ、きついですか、メイン機種だったら。30番、30番以内引きたいですね。あやねちゃん、ありがとう。で、配信も できますんで、ニコ生でやりますんで。よかった、配信は絶対できない思ってたから。あと2分で抽選。まあでも配信できるから、何の台打っても設定はリスナーさん教えてくれる。うん、いや場所分かってない。テイさん、北斗どのあたりですか？北斗の方までお願いします。テイさん、北斗どのあたりですかね？北斗、北斗あのあたりですか？奥の方で。ありがとう。奥から2列目のところ。はい、ありがとうございます。はい。台確保したらニコ生でやる。でもやばい、バッテリー2つ足りない。バッテリー2つ足りるから。いけません、すいません、なくなったら最悪。あ、というか、ここつけれる。あ、つけれるんです。じゃあ大丈夫だ。線持ってきた。線持ってきますもんね、当然。ありがとうございます。あ、そうか、そうか、バッテリー、はい、30番引くわ。だから1番、抽選1番だから、どの番号でも引けるっていうのがあのメリット。一番だから。ナナちゃん力貸してよ。ナナちゃんとゼロワン社長、うん、力貸してくれ。今日ワンライブ T シャツ着てるから。今日ワンライブ T シャツ着てきた。出遅れないガチヤさん、スタート決めるわ。スタート決めますね。ちなみに250人ぐらいですね、抽選。全部250人ぐらい並んでます。ニコ生誰かウラル貼ってくれたら助かります。僕の、はい、コミュニティの。いや、どういう関係って。でもなんかゼロワンさんが大阪来るらしいんだよ。で、俺この前ゼロワンさんにファンタスティックでアイテムもらったから、コラボあるんじゃないの大阪で。わかんないけど、何も聞いてないですけど今のところ。ちょっとリスナーさん、すいません、ちょっと30分からで抽選なんですけど、ちょっと今あ、飲みました。あ、すいません、ありがとうございます。じゃあちょっと抽選だけ画像をつけさせてもらうわ。抽選だけね。あれ、大変お待たせいたしました。あ、はい、それでは1番の方がこちら赤いボタンを押して、はい、抽選の方お願いします。いきます、はい。
よっしゃ、はい、しゃ20分最終号です。これ両番引けた、あ、あれ、はい、よっしゃ48番、これ座れるだろう、リスナーさん来た、これ何番でした？110番です。シェジャさんは来たろ、これワンチャン座れます。北斗しゃ、じゃあちょっとシェジャさん申し訳ないですけど、バス停まで待ってていいですかね、あの申し訳ないです、歩かせてしまって。シェジャさんどうするんですか、ちょ抽選見せてください。シェジャさん、いや大丈夫、何やってんすか黄金の、これ北斗打てないじゃないですか一緒に。シェジャさん110番です、リスナーさん出遅れました、スタート。いやこれが結果オーライな、結果オーライですか、だから一緒には打てないですよね。これいけるよね、リスナーさん、北斗これいけるでしょ。パチンコに何人ぐらいパチンコ行くかな、ほとんどガチ勢かな、パチンコに行くお客さんもいるからね。どうかしました、今生放送してます、はい、すごい見られます。シェジャさんが一番だったのに、いやそれもしゃあないじゃんそれで。田浦さんが来るから、リスナーさんちょっとバス停で待ってるわ、田浦さんにちょっと謝ります直接。年齢層はやっぱ若い人多かったっすね、ラッサーさん、うん、ありがとう。302号さんうららありがとう。え、田浦さんですか、違います、ちょっとせいぜいさん電話してもらいました。でこれは何なの、リスナーさん、だこれももらったんだけど、抽選券と、何これ、これがあれ抽選、トッピング1品無料券だって、うん、これも一緒にもらった、なんか隣接してるラーメン屋さんのあれかな、昼飯ここで食うか。いや 100% 無理、ワンチャンいけるだろう。リスナーさんこれどうしたらいい、北斗取れなかったらもうマイジャグでいい、配信的に思んないかな、マイジャグ今日は設定入ってるからスマスロとかで荒い機種でもいいけどね、正直。何番、48番引いた、250、リスナーさんちなみにこれ250人並んでるからね、250人並んでて48番だよ、かなり両番だから、北斗の探チェリー一発で当てるより難しい、北斗の探チェリー2チェでも 25% だから。いや分かんない分かんない、48いけるよ、パチンコに行く人もいるもん。三好は任せてください、はい、え、北斗すか、うん、中押しじゃない、中押しの赤七でしょ、中押し赤七で、で右、右でスイカフォローで、で左はあのフリーでスイカ揃うらしいです、一応調べてきました、ね、ありがとうございます。リスナーさん、北斗はスイカ左はフリーで揃うから、これどうしよう、北斗を座れなかった時ほんま何座ろう。リスナーさん一応ね、前台系が3箇所あるらしい、前台56が3台あるから5台構成の機種行くか、何打つか決めとかな、だから5台構成の機種何座ろう、カバネリ行く、カバネリは北斗の裏、カバネリ取る、カバネリはちなみに人気あるから設定入ると思うけど、カバネリ行くか。